しかしまあ、俺たちの任務もここで終わりだな。全員無事だったし、よかったってところか。まあ、かろうじてだったかな。ベネツィアで何日か遊んで帰ろうぜ。飯がうまいそうだ。ここ料理うまいの？俺すげえ腹すいてんの思い出したよ。で、どんな料理があんの？イカスミのパスタに毛ガニのサラダだろ。あとチブリアーニホテルのカルパッチョって生肉料理は絶品らしい。おいてめえら、気抜いてんじゃねえ。任務はまだ終わっちゃいねえぞ。